よろしいですか。ではカウントいただければ始めます。じゃあこのスタートをしたとこから7分でいいですかね。はい、じゃあ用意スタート。はい、いきまーす。なかなか倒せない。死なないということももちろん重要なんですけども、はい、いかに早く倒すかなんで、まあ何回か実況とかもしてますけども、おそらくコンセントレーションはそうですね、もっとあれ言ってたけど、もう早いですよ、ノーダメージでクリアしてるんで、これもっと打ってた方がいいですね、これ。いやでもいいとこ見せないとまずいですよね。そうそう、なんだってガッチマンさんプロ実況ですからね。そうですね、ちょっとこれ本気出さないといけないですね。やばい。おー、でもすごいすごい、ちょマジ結構本気で頑張ってます。結構本気です。だってガチマさん喋んない、喋んないですよ。いやじゃちょっとぐらいはいいと見せたい。もう演出も全部ショートカットする。もう本気な感じですよ。ムービーカットして。いやだって本気ですもんね。本気ですよ。はい、本気ですよ。1回ぐらいは勝ちたい。まあ事前実況者黙ってる時本気の時ですからね。いやまあまあまあこうやりつつ、なんかこう敵をまとめてやっていきたいんですけど、そんなにうまくいかないですね、これ見せプレイで。はいはいはい、コンセントレーションマックスだと当たり判定めちゃくちゃ大きくなってるんで、はい、そこそこ巻き込めますよ。結構広いですねこれね。はい、相当広いです。これを使っていきたいところではあるけど、おこの辺から結構厳しくありますね。おすごい、よいしょ。でデビルトリガー、それが発動させつつ威力を上げて、あだって7本勝負だからデビルトリガーも結構バンバン使ってていいんじゃないか。使った方がいいですね。あとはあれですよね。よっしゃよっしゃ、おお素晴らしい。これまでいい感じですよね。幻影剣忘れてますよ。幻影剣なかなかつい忘れてしまう。おお、よいしょよいしょ、はいよいしょ、うまいですね普通に。ちょっとまあ結構頑張ってますよ。割とガチにやってますね。はい、あやばい。いやいや今ほぼ初ダメージじゃないですか。よいしょよいしょよいしょ、これ一回下げて、うまい、硬い。後ろ回り込まなきゃダメですかね。ああ硬い、これは時間を取ってしまった。いやいや相当高いレベルで進んでいますね。はい、あガチマンさん、ガチマンさんって言われてますよ。ガチマンさん、ガチマンさんってガチでやることにもあるんですよ。あ3分経過、はい、あと半分ちょっとですね。なかなかいいペース。こいつちょっとでも剥がさないと。これ圧倒的に勝ったら次チャレンジする人いなくなっちゃうかもしれない。はい、はいはいよ。さあ盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました。私も頑張っていきましょうね。はい、挑戦者のために言いますけど、あーやばい、こいつには九州幻影剣ってレバー前プラス四角押しっぱなしのやつがいいですよ。何レバー前プラス四角ですね。わかりました。何すればいいのこれ。おこれきついですよ。それです、それそれそれ、これかそれです、それかそれです。しまった、おおちょっと時間食っちゃったな。剥がさなきゃダメですね。そう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 、ああホワイトオブやめて、ホワイトオブ、おおちょ待って待って、逃げないで逃げないで、やばいやばい。デビルトリガーゲージマックスですから、はい、使わないともったいないですね。そうですね。おおよし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 、結構頑張ってますよ。ガチですね。リハーサル、はいはいはい、
リハーサルだとこの辺でしたっけ、はい、言わないでください。俺がプレイ済みってこと言わないでくださいバラしたらダメですそれまあでも今でも何分ぐらいですかねこれで。あとでも2分ぐらいあるんじゃないですかね。まだありますか。じゃあまあまあまあじゃあこの辺からまあですよ、ね、この辺から、はい、私もじゃあもう店プレイの方に行きますね。そうそうリハーサルはやりますよね。まあ一応どんな感じかね、でもこれであ、挑発使わないのって言われてますよ挑発使っていかないと挑発どうですかこれ。あ、じゃあごめんあ違いますよ、そこじゃないですよ、ボタン。どうだっけ、こっちか。そうちょっと待って、プレイステーション4セレクトボタンないんですよね。そうなんですよね、シェアの、そうタッチパッドの左側ですね。あと1分、あと1分。このステージをクリアするかどうかは結構大きいと思います。はい、ちょっとふざけてます。魔人になった方がいいんじゃないのかな。おいおい、おお、ここ越えてきましたよ。はい、じゃあこの辺で、これ今ステージ10に入りました。なかなかです。はい、まあ大体この辺かな。じゃあこれ全部やっつけちゃうとなかなかですよ。おお、マジ化した。おお、これはクリアできますよ多分。10、あー終わった、8、7、6、5、4、3、2、あー終わった、1、はい終了。まあ、かっこいいとこ見せていいかな。いや見せました見せました。はい、はい、これはあの挑発しなかったら多分言ってたんじゃないかとまあまあまあでもね最初のプレイですからね。まあこれはユーザーさんにね釣りますよ。挑発がねどのボタンだったっけとかやっちゃいましたね今ね。いやでもまあ普通に結構いいプレイできたと思うので、うん、言い訳はいかんって言われちゃいましたあれでもいやいや、じゃあこの、今10ステージの途中だったので、はい、10ステージの途中ってことですよね。なのでこの10ステージクリアできるかどうかってことになります、ね、じゃあ頑張ってください。はい、はい、分かりました。じゃあ始めますよ、いいですか。はい、あ、じゃあ画面の方お願いします。はい、お願いします。じゃあよーいスタート。はい、ちょっとね見込みがどうなんでしょう。本当にガチの可能性もありますし、まあ普通にプレスだけの方もいます。いきなり挑発から入りました。そうそう、いきなり挑発から俺は違うんだぞ、俺はスタイリッシュランクを上げていくぞってことですね。さあ武器を切り替えてますね、もう全然動きが無駄がない。これ打ち上げるやつもやってますね。どうだ、これ稼いでますね、これいきなり。はい、あっという間に終わってしまいました。これはガチのセーフです。うわー、これはうまいぞ。みんなから、ね、ガチ勢やって言われてますよいや、ガチ勢ではないですこれは。はい、あの好きですね、でも結構好きでやってますね。すみません、あの一般のユーザーさんにプレイ中にコメント聞いてしまう、はい、いや、いいです。まあ、あのアッパーとか使ってますね。多分結構技も分かってる方ですよ ね、 すね。だって空中でコンボした後、はい、武器切り替えてから現役ワープしてますからね。これはあれですね、バージリもそうですけど、これ あの DMC の経験者でもありますね、これ完全にあっちの DMC の経験者でもありますね。これはね、いやいや全然仕込みじゃないですよ。そうなんです、そうなんです。これあの挑発の下りいらなかったんじゃないですかこれ普通に勝てないですよこれ多分いや、でもバージルは、はい、コンセントレーションが切れると、はいはい、
あのダメージもめっちゃ食らうようになるんですよ。あ、そうなんですね。だからバババって連続してダメージ食らうと、はい、一気に終わっちゃう可能性もあります。ああ、そうなの。ダメージ的な問題ですね、はい。さあ、デビルトリガー使ってください。やっぱりね、使ってますね。お、これは何をやってるのか僕は分かんないんですけど、技があのデビルトリガー状態で、あ、つなげ出走イヤイやると連続で出せるんですよね。なるほど、出走イヤイという。これ早かったですね、やっぱり、ね、相当早い。ダメージ食らってない。ここまでダメージないですね。上げて、打ち上げて、飛んで、上げて、上げて、上げて、裏を取って、おお、無駄がないぞ。裏を取って、もう武器切り替えてアッパーで後ろから上げる。上がんなかったけど2発連続。これは素晴らしい。これはうまいぞこういうのでも見たかった。さあ、ここはどうする。あ、先ほどの吸収幻影剣で、はいはいはい、剥がしていってます。ちゃんと一発で剥がしていく。早い。そう、早い。ここは時間かかっちゃったんで、これはいいですね。あ、気持ちがいい感じで入りましたね。あ、初めて当たりましたね、今ね。いやいや、初めての。全然早い。剥がすの圧倒的早い。落として、上げて。すごいな。ちょっと全然緊張してないじゃないですか。いやいや、だいぶ緊張してます。指が。そうですね。でもあのコメントでもガチ勢が欲しかったっていうコメントもあったので、いい感じですね、これ。あ、こんな風にやってみたいってコメントも出てますね。なんかやっぱり見てても思うんですけど、このバージルはなんかそうゆっくり動いてるので、やっぱりちょっとバージルの動きしてますよね。なるほど、まあ、コンセントレーションも大体2以上キープしてますからね。そうですね。あ、3分経過。まだ3分しか経っていない。んいいペースです。やむくもに攻撃するわけでもなく、ないです、ね、ゆっくりゆっくり確実に倒していくという。そうですね。これがバージルですね。緊張してる。いや、安定しておりますよ、でも全然。さあ、ここでデビルトリガーを使って一気に突き刺していく。お、まとめて刺していくって感じですね、これ。ちゃんとリエンザーも入れつつ、もう端から武器を変えていくので、これはそうですね、見ててかっこいいですね。ちょっと見せる戦い方になってますからね。見せプレイですね。さあ、さて、ここで今ステージ9。なんかもう圧倒的に速い感じ。速いですねまだ時間半分ぐらいじゃないかなと思うところで、もう9です。これだと15ぐらいいっちゃうかもしれないですね、下手すると。7分、なんかこっちだとすごく長く感じますね。ただこれやっぱりこういうの見てると、なんか自分でもできそうな気がしてきちゃってねねえ、自分もこういうふうに行けばいいですけどね、本当はね。でもね、これ今一番気持ちいいのはね、はい、プレイしてる彼本人だと思うんですよ。あ、気持ちいいでしょうね、これね。いいドヤーって感じでしょうね、これ。ニコニコのユーザーさんわかんないですけど、はい、今こうステージめっちゃ人いるんですよ。います。やばい。なんでプレッシャーだ。めちゃめちゃ緊張します。いや、ここでも安定して打っていきますか。 いろんな技出していきますもんね。お、空中からのこの落として、よく覚えてます ね、 そうですね。挑発も入ってる感じで、ちゃんと武器切り替えてやってますもんね。はぁ、すごい、見ててこれ爽快だ。あ、かなりまとめてこう居合入るんですね。これは勉強になりますね。デビルトリガー状態での失踪居合は、はい、ノートまで見ると、はい、敵がドーンって空中に跳ね上がるんですよ。打ち上がる、はい、今なるほど。それやった上で、はい、ワープで近づいて空中でコンボしてましたからね。すごい、なかなかです。これはすごい。はい、決まりました。さあ、いよいよ11ステージ目ですか、これ。はい、まあ、すっかり勝利を確定したんですけども、勝利確定どこまで行くか見てみましょう。もうちょっとね、記録的なものを見てきてです。まだ1分あります。すごい、バージル走らない。本当に走らないですね。走らないですね。バージルらしい。これは強い。早い。早い。もう12です。新しい敵ができました。これちょっとハードル上がっちゃいましたね。はい。さあ、新しい敵、今これも避けた。
安定して攻撃して打ち上げて切り上げて落として上げてまだ上げてジャスト次元山からのおお回し蹴りが入って終わりました。まだいけそうですかね。もう1ステージぐらいいけるか。10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、終了。素晴らしいです。素晴らしい。